ははい皆さんこんばんこば月曜日、担当は大八がお届けします。 この番組は FM コザーと吉本沖縄のコラボ番組となっておりましてえ月曜日から金曜日まで、えー、若手芸人がですね日替わりでお届けしていますで月曜日、私、大谷あゆみがお届けしているわけなんですが私、ですねピン芸人ということで毎回ですねゲストを迎えて1時間お届けしているわけなんですけれども先週がね、えー、先週がね確かゆりやんレトリーバーかなゆりやんレトリーバーとよもぎの太郎、はい、来てもらいましたで1時間楽しくねお届けしたわけなんですけれども今日もね ちょっと先輩、今日は先輩をちょっと紹介したいと思います。本日のゲストはこのお二人です。どうぞ。どうもー。どうも。東京吉本所属のサンシャインです。お願いします。お願いします。ーすいや、嬉しい。いや、なんか個人名とかもちょっと紹介してもらって。嬉しいですか、ね。はい。あの、キャップでおなじみ、坂田です。<laughs> キャップでおなじみ。<laughs> え僕が男でおなじみ信男でーす。いや男だよ。はい、<laughs> そりゃそうだよ。はい、そりゃ男だよ。ありがとうございます。嬉しい,いっやっとで、ね。 やっとでというか、ずっと出てほしくて、本当もう来た時からやりたいよ、ほんと。なんか、ずっとなんか近づけなくてね、なんか。本当やん。ほんとですよ。一応、正直、あの、サンシャインさん来る前に、オープンスペースの高橋さんから話は聞いてたんですよ。用意してもらってますから。ほんとにオープンスペースさんは、ほんとに沖縄芸人の中で一番可愛がってもらってると思ってるぐらい、ほぼ2ヶ月いた。 のかなこの前2回来てるんですけど去年の8月とで今年の3いや2月3月か来てたんですけどほぼ1か月2か月のうちの1か月は私と一緒にいるぐらい毎日毎日一緒はいほぼ毎日一緒にいるっていうぐらいなんですよでやっぱ。 いつも可愛がってもらってるんで、はい、私結構あの、人見知りではないんですけど、うん、変なとこでちょっと人見知りしちゃうんで、<ー>ちょっと自分の中で伺ってしまうんですよね。この,この先輩だ ちょっと大丈夫かなって伺っちゃう癖がありまして今までいろんな先輩来ましたもん大阪からも東京からもいろんな先輩来るたんびにちょっとやっぱ構えるんですよ次誰だろう次誰だろうみたいなやっぱ東京だったらボヨンボヨンさんオープンスペースさんレンゲさん大拓さん田畑藤本さんあいろいろ来られましたけれどもでオープンさんに今度誰が来るんだろうみたいな話をしてまして だ一応噂なんですけどまだちょっと確定か分からないんですけどサンシャインさんがなんか来るっていう話を聞いてまして「ああサンシャインか?」みたいなど「うどうですか私大丈夫ですか話せますちゃんと」みたいな話したら「もう大丈夫あのお前はお前は信雄大丈夫いけるお前は信雄全然いけるからとりあえずお前信雄に話しかければいいから」みたいな「ああ分かりました」っつってとりあえずもう2人,だ2人ともそんなに威嚇するような人ではないと。なんで坂田って言わねえんだよいさこさん。 高橋さんな高橋さんが、高橋さん、確かに、なんで、ちょっと勇気を振り絞ってですよ、まだ私、サンシャインさんが6月、いつ来たんでしたっけ、1日に来て、私、6月1日に会えてなくて、そうね、劇場がなくて、多分遅れて、みんなよりも遅れて合ってるんですよね、6月、多分4日か5日とかに合ってるんです、だからちょっと遅れてかもしれない、それで、あそこ、来てるんだよなと思って、ちょっとみんなよりもスタート遅れてるし。 <laughs> いやいやいやちょっとなんかビビったんですよあみんなきっとこの4日ぐらいの間にきっと仲良くなってご飯とかも行ってる人とかもいるんだろうなと思ってあ<ー>あうわ遅れたわと思ってちょっと話すのもちょっとドキドキっていうかやっぱ緊張するじゃないですか<ー>最,初最初ってでも一応も高橋さんの言葉は信じるしかないと、うん、で一発目やっぱ一発目登場してきたのがちょっと信雄さんだったんですあのあの、ね、私が学3回の、うん あ、多分忘れてると思うんですけど、モニター、テレビ三階の楽屋の、モニターがある。控室がある。控室があるね。大きい方の。そこで。あの、おけさんが、おはようございます。入ってきた時に、うわ、来た、どうしようと思って、これはでもいいかなと。最初が感じだと思って。 っつって自己紹介したんですよ、おやみです、よろしくお願いしますっって、えっみたいな、よろしく感じだったんですよ、ちょっと怖い人なのかなって、一瞬、一瞬、はちょっとこれ、話と違うぞと思って、ちょっと、もしかしたらこれ、怖い人なのかなと思ったんですけど、でも今から稽古もあるし、きっとなんか、緊張とかあるのかなとか、勝手になんかも思って、稽古の時に、隣に座ったんですよ。 多分覚えてないと思うんですけど最初隣の席に座ったんですよ私は稽古、うんうん、稽古ででその時稽古スペシャルコメディの稽古で本読みだったんですよ、うん、あ本読みね本読みの時に、うん、初日にね、うん、で信雄さんがペンとか持ってなかったんですよ、うん、何も、うんうん、あこれはナイスだと話すきっかけになると <laughs> ああなるほどね、うん、これ話すきっかけになるぞと思ってもう筆箱出して借りますかって言った時ぐらいから結構信雄さん心開いてくれたのかなと思って。 それ、それぐらいから、めっちゃ、向こうから、話しかけてくれるんです袖にいても。あ、なるほどな。はい。<laughs> いや別に、ペン貸してくれたけん、心開くとかでもないよね。ペン好きやからな、こいつ。<laughs> <laughs> いやいやいや、あ<ー>青すぎるだろ。ほんとだ青すぎるわ。それでも、最初に、最初にそれがあってから、なんか袖にいても、 まあまあちょっと話しかけてくれるんですよ。私なんかお鳴らしてきたりとか。い,いやいやいどっちのおか話しかけてんの。<laughs> いやいや、最悪に。いや、ほんとにめっちゃ、それがめっちゃ嬉しくて。いや、でもね、俺もその、太った女の人が好きやけんさ。<laughs> ど、どういうことですか<う>あ、絡みやすいみたいな。絡みやすい。いや、あのほんとね。 そうやね、ノブキョの母ちゃんとおんなじ体型してる。そうや。マジそうや。マジそっくり。本当そんな体型。マジすか。ちっちゃくてもハリウッドで。これよ本当正方形みたいなって言うんやけど。縦と横一緒みたいな。な、本当お前みたいな。確かに。親近感みたいなのがあったんですかね、きっと。そうやね。やと思う多分そうですね。親近感があったんです。女 そ袖でめっちゃうわ緊張する緊張するわと思いながら坂田さんの話坂田さんが最初絶対怖い人だなこの人と思って俺ねよく言われるわそれ俺ね人見知りはめちゃくちゃ絶対目が合わないんですよ絶対目合わせないじゃないですか最初いやそれはねいや俺もしかもさめっちゃ下なら私も一1期ぐらいしか違うわのよね生生沖縄のの上東京 私は17期生と同期で、うん、そう、俺が16年からでさ、で,で,、ね、でもう結局その同期ぐらいやし、はい、それでなんか別に売れてもないのに。 来てる感じやん、俺らは、なんて、まあ、成し得てないというか。かそうそうそう、うん、だから、なんか、なあ、偉そうに。<laughs> もういけんし、とりあえず、で、人見知りやし、一ヶ月とか、いろいろだった。<laughs> は,いはい。はい。で、まあ、こう言ったら、普通に、やっぱ、信慶が。ウェイウェイウェイでって。で、本当、こいつは、ガサさざ <laughs>、うん。がっさざん。すごい。信慶さん、すごいっす、マジで。なあ。やっぱ、な、仲良くは、なりたいけんさ、その。はい できるだいやもう完全に沖縄芸人は好きですよサンシャインさんいやだからやっいもう慣れたあずっと毎日一緒にやるしなライブの MC とかしていろいろあこういうキャラなんやみたいなのが分かったらその人柄が分かったら全然喋れるようになったけどやっぱ最初は全員俺よりひげ濃いしほぼほぼ俺もだいぶ濃い方やけど確かにそういうのもあ 全然キャラ濃いからさこっちの方がいや確かにどんなキャラか全く分からんね確かにそうかもしれないです逆の立場だったらそうかもしれないですねでも本当に勝手に福岡出身だ親近感みたいなあでも親近感めちゃくちゃある沖縄に行っから九州やった方がいい私もあれなんですよ親戚が福岡にいて大牟田にいるんですけどえ大牟田なん俺大牟田やぜそうそうそうえ大牟田なんすか大牟田すか大牟田というか俺隣のうんその世田谷美山市っていうとこへえ で私あの、うん、お母さん母母方のこのいとこが、うんうん、おじさんもうおじさんになるんですけど、うん、が大牟田に住んでて、うん、んで私が初めてあの旅行日本も沖縄から離れて行った場所が福岡なんですよ、うん、福岡好きであいいとこい,いいよなそうなんですよ そうか大牟田勝手にか親近感でも大牟田って言っても今まで福岡の人と会った時に私大牟田に親戚がいてって言っても大牟田みたいな本当熊本のちょい上やし大牟田どこっていう人もおるそうなんですよ一番下福岡の本当元炭鉱の正直あの本当荒れた本当北斗の県に出そうな土地なんよな大牟田なんてめちゃくちゃ治安悪いし

こうにしては仕事をもらってる方というか、それでもね、はい、まあ月まあ五日六日ぐらい休みあるよな。はいうん、でも。こ うちのさ沖縄の人たちさ俺ウチナータイムとか聞いとるからさもっとのんびりした感じかと思ったらむちゃくちゃ忙しいよ若手もそうですよねみんなさ大家もこの番組持ってるしさみんなラジオ持ってるし今日だってな劇場終わりに「うりずん桜」の「久米島ラジオ」っていう久米島だけのラジオです何やそれ聞いたことない聞いたことない f で久米島ってスッと出てマジただフリートークしてで終わって。 営業やってまた4本ぐらいあるしな今日なサンシャインさんめっちゃ忙しいですよマジでいやみんな忙しいんやって沖縄芸人が東京のほんと俺らの1年下の後輩とかでもほん月2回しかライブないですってほぼバイトとかええだけどやっぱ沖縄芸人忙しいもん17期だったらマもうラフレクランしか知らないですねああまあでもそうなんだ沖縄か月に来てましたもんねラフレクランそうね後輩はねララフレクンぐらいしか いつらもめちゃくちゃ売れてるわけでもないし俺らもほんと級上ぐらいかなおかずさんとかデニスさんとか15級やばいっすねがめっちゃ売れてるね横澤夏子さんおかずさんデニスさんもまた天狼さんとかね全国でいうとあも頑張りたいけどまあでもいや本当ありがたいわこの沖縄すごいですか嬉しいそうやって言ってくれたらマジで嬉しいですに簡単にラジオできるんかい簡単にっていう言い方もあれやけどうれしいてかね大家 その言ってたよこのちょ怖いんかなみたいなさでその前にねピスタ調査さんのトークライブでも話したかもしれないけどマジで面白かったですねあれマジ面白いやん俺も大好きなんだよこういうところがやっぱねホンね久しぶり見たもん俺こいつのこの感じやっぱね学生時代というか大学の時のあれやけどやっぱめちゃくちゃバイトリーダーだったの居酒屋もはい 超でけえいいところの居酒屋も、はい、もうしガンガン回しますみたいなあとなんか、はい、よく分からんけど教科書を、はい、大学の教科書を売るみたいなさ、はい、なんかそのバイトが春休みの短期の,、ね、の,のバイトもなんかリーダーで指示めっちゃしまくるみたいなもうスーパーリーダーなの素人集団の中じゃもうとてつもなんかくて素人に強いとかもそうだけどバイト先とかの <laughs> 俺も一緒にテレワポのバイトでしたけどさはいはい、はい 社長とかにやっぱ平気で頭叩けたの普通に、はい、うるせやえや、ー、うるせえこのハゲみたいなええこの野郎お前みたいな <laughs> 社長もね許すみたいな <laughs> お前やったらみたいなで俺はお前ちょっと真面目すぎるわみたいな <laughs> 暗いなみたいに言われてさ言われよったないやいや真面目にする方がいいだろバイトなんてと思いながらさたた <laughs> く方が偉いんかみたいな思えたけどさ <laughs> その <laughs> で結 NSC 生とか1年目の時はぐいぐい行ったけどちょっとやっぱねその感じじゃあの通用戦というかさそのすげえもっと上のレベルの人たちからやっぱ俺は古典版にめちゃくちゃ潰されたというかさ実力の差を知らされてちょっとだめやなってな時にやっぱね逆にいじられキャラやろお前実はみたいな明るいさ。でやっぱ今も 東京じゃもうめちゃくちゃいじられまくてらしいですね。びっくりしました私。キカラみたいな。そうなの。イエイイエイみたいな。つれりましたみたいな。本当感じます。本当に。何やってんだなめきょうみたいな感じなのに久しぶりに沖縄来て後輩しかいない世界になった時のこいつのもうこの生きり具合でマジ生きっとるつもりないっちゃいけない。ないよ。だってそもそも持ってたものがただ戻っただけだから。すごいよな。俺えんは楽屋で。 腹減っとるやつおるやばいよなマ。マジピスタチオさんのあのトークライブの時のこの。 話いや、それも連れてってあげれてないっていう気持ちを申し訳なさいよ。いや、もう、ありがたいでも、今やと思って言ったっていう気持ちよ、それは。いや、いいよ、う可愛げが出るわけから。お前が言うけんや、そんな。え、黙ってた方がよかったってこといやいや、それも、いや、それは、いい言い方は、いそれは、い言い方俺がね、愛嬌みたいなとこあるから、言ってあげたほがいい。めちゃめちゃ面白い、もう。俺はもう、だから、本当に。 うわ言ってるわゃその場で出てるわって突っ込んでくれればいい意味わからんや俺がいきなりそれ言うのはマジいい機会にそうやけども。改めたいっていう気持ちもあるけどどっから改めていいかもわからんけんさそれはもう何をどう改めていいかわからんいろんな経験がまたできて沖縄最高ですよまだマジ舐めてほしいまだ まだ全然ありますよね滞在あと二週間ぐらいはもう全然まだ三十日まで丸々いるんでまたぜひめっちゃ早いわもう十三日と思ってそうなんですよあと十七日かはいあと最後の週にまた出てほしいなとちょっとあもう全然大丈夫ですかなんかもうコメントもめっちゃ届いてますねありがとうございますちょっと読みたいありがとうございますコータだねこれはサンシャインさんありがとうございますアイヤさんがあガリレオだ ギャグ言ってくれる嬉しいですねガリラではないけどな福山やからガリラはギャグですねチャキさんやッホリンありがとうございます沖縄在住七七種さんこんな台風並みの荒れた天気にふさわしいふさわしいサンシャインさんそうそうですねそうって言いましたね私ねあーさんこんばんは結構サンシャイン言うてるのに雨ばっかりして 由来何なんですかコンビ？いやこれマジない。あの元々まあ大学の友達やけどなんかねお知見ではないけどお笑いサークルみたいなサークルでもないけどフリーの本当一校エの人が作っててで団体を高校ですか？いや大学大学大になった時に一校エの人がフリーの団体みたいなのでなんかお笑いしてなと思ってしたらそういうとこあるって言って。 じゃあそこ出ようぜっつって「うん、それなんか月に一回友達呼んでライブします」とか、はい、そうそうもう身内ばっかり身内で、ね」「でやりますっていう時になんかもう名前をすぐ決めてくれみたい1時間後ぐらいにそのエ,エントリーで「とりあえずでいいから」みたいなそうそう、はい、でなんかさそのジンクスでさ「カタカナのん」がついたりわか,、ね、かりますわかりますかりますありますね私もコンビの時「うん」つけようと思ってこんなの考えましたもんなあ,ありますありますそ,うそ,うそれで がつくやカタカナの言葉で最初ねマジグリングリンにしようと思ったのああしたら折ってさグリングリンがですかっていう人が先輩に折ってあこれダメやってなんでとりあえず仮やなっつってで本当マジ覚えてないけどサンシャインが「うん二個あるし二個ありとりあえずいいわいいんやないっつってそうそうええいいんじゃないでいいんじゃないぐらいにゆう言うたんでしたらそっから ずっと今まなんか東京行くときに変えようかなと思ったけど、うん、福岡の人はもうサンシャインでしてくれてるし、はい、NSC 行ったら行ったでちょっと本当ちょっとだけ結果が出たから NSC でも上の方になったからはい、はい、あれ変えんでいいよみたいな。はい、でまあちょいちょい変えな変えななと思ったけど、うん、なんか仕事も別に減ってないしあっつって。 今、サンシャイン池崎さんっておるやん、あの人がいるせいでちょっと間違えられることがあるけどさ、でも、まあピンやしな、ここまできたらあんま変えたくなくないですかいや、そうそう、もうね、どうしようかなぐらいの感じを今、ずっと保ってる、でもこういうふうにサンシャインですって沖縄でも言うとるし、なあと思って。 めちゃくちゃダサくないサンシャインっていや別に私はそんな思わなかったですダサいとかああマジそうスッとあサンシャインスッとスッとちょっと待ってこのオレスナさんもコメントしてくれてるやんオレスナさんやオレスナさんも普通に単独ライブのタイトルはいつもどうやって決められてるんですか青春パンクバンドのアルバム見たいで好きですってわっ めちゃくちゃ、あの、いつも、いつもの、東京<っ>東京、東東普通の,でのしてらますからめちゃくちゃああ、えー、一緒に、あの、地下の大喜利ライブに出てくれたら、ハガキ職人の方す。<laughs> あ、そうなんですかめちゃくちゃ面白い。すごいめちゃ好きち,ちゃ面白い。いすごいほんとお笑い大好きな。 でも結構東京から見てますっていう方いましたよ今見たらちびっこさんこんばんは東京から見てますえ、て言わありがとうございますすごいツイキャスをってことかツイキャスをですすごいツイキャスで配信してるのでおそらくリツイートとかしてフォロワーさんとかが拡散拡散で見てくださってるんですねう嬉しいこれ何を拡散すればいいですか私のやつで多分フォロワーさんが。 あなるほど坂田さんが私のうん、うん、あれをやったじゃないですかツイッ、うん、ターを。うんうん 多分それからだと思いますよ。なるほどな。おそらく。すごいですね。皆さん、ありがとうございます。え、ありがとうございます。ます嬉しい。サーカス・正人さん、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。二日はネタを見れてよかったです。ありがとうございます。うちの,あのおばさんのフレーズに耳残ってます。ありがとうございます。<あ>また、サンシャインさん、お化け屋敷でありがとうございました。<ー>福岡の話もできてよかったです。また沖縄行きますね。サーカス・正人さんも県外の人で。あ、そうなんや。そう,んそうなんです。 前回来てくださってましたね。ありがとうございます。ありがたいです、ね。嬉しいですね。チャキさん。福岡ラブ。ラブ明太子。あ、ゴールデンウィークにもあ、ゴールデンウィーク行きました。うわ、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがたいす、ね。あやこさん。遅れた。今から見ます。嬉しい。あやこさんももしかしたら県外の方なんですかね。そうですね。ですね。多分東京で多分来てくれてる方、ね。嬉しい。<ー>えすけさん。 一ヶ月沖縄行っちゃうの寂しいなと思ったら意外とあっという間ですね。いやそうなんですよ。えいすけさん、もう多分東京の中だと思います。嬉しい、結構外、外も見に来てくださってる方がいます。ありがとうございます。今日ラジオ見に来て、ありがとうございます。すごい、すごい、ありがとうございます。あこれ聞こえてるんですか？聞こえてあの外で流れてるんです。マジ？外で流れてるんで。ハイサイいや、はいさい。外じゃない別に。一旦じゃ一旦 CM 行きましょうかね。CM 挟みます。

<laughs> ツイキャスはまだ配信常に配信されてますねはいはい、はい、なるほどあ,あそうかそうかそうだからもう見てると思います,よいいす、ね、皆さんありがとうございますありがたいですね東京の人見てますかこれツイキャスのマイクってこといやもうツイキャスはもうここで全部拾ってます音声えそんな拾えるのすげえ足踏みだわあーその単独のタイトルですよね多分ねそのもうちょい上かな上の結構上上のもう あこれだ監督の監督ライブのタイトルはいつもどうやって決められてるんですか青春パンクバンドのアルバムみたいないやもうね青春パンクバンドがもう大好きなわけよちなみにタイトルはえーっとね「フォーエバー・ヤング」って言うやけど<笑>,いや笑っとるやん自分で笑っとるやん <laughs> いやパンクすぎるねと思って、えー、あじゃあその話 トゥナイトファイブ月曜日ゲストはサンシャインさんです。よおいますでツイキャスでオレスナさんがちょっと質問があったので、はい、して読みたいと思います、はい、単独ライブのタイトルいつもどうやって決められてるんですか青春パンクバンドのアルバムみたいで好きですそうですねはい、うん、こ,れにこれについてですね、はい、あの7月の、はい、え沖縄も6月25日に十五日はい、はい、単独させてもらうんですけど7月の 27日にまた東京のルミネ座吉本というところで単独やらせてもらうんですけどそれがね今回「フォーエバー・ヤング」っていうねフォーーエバヤングちょっとかまさせてもらってますけどタイトルね誰が決めるんですかちなみにまあ相談はするけど候補ねバーって出してもらってまあいいやんっていうやつで坂田の候補出して暢子がこれいいじゃないっていう。 まあ本当やっぱ魂というか、心臓がざわつくやつにしてますけどね、いつも。よう言うけど、意味わからんくないで、一回目もね、去年のルミネタブルは。は東京ファンファーレって言って、ちょっと東京背負わせてもらいましたけど。東京タワーの前で写真撮って。んなのかわからんけど、その。ああへツイッターの減った写真ですかもしかして。東京タワーの、そう。信雄さんが金髪で。あ、そう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 。もう。 生きって生きって俺たち <laughs> も二人で生きってもっめっちゃいい写真やったよなあれ <laughs> あ,のあの時の信の雄さんの写真が自分たちの同期の浦添いウィンドウっていうんですけどああ <laughs> 東京におるよ東京浦添いウィンドウの関さんに超似てるんですよあの,あ,あ,あの金髪の感じがあの感じがねそうなんですよそ<う> 大家と俺とその関。三人、三人、マジ一緒なんよ。私、すっぴん関さんなんですよ。そうなんで芋顔。グラデーションがね。そうそう、グラそうなんですよ。三人、マジ一緒やった。マジで一緒やった。今日本当に。そうなんですよ。芋。デブ、本当。沖縄在住の皆さん、フォーエバーヤング、曲名とかでもありそう。あ、あります、あります。あ、実際に。もちろん。 実際にあああるるややつかからってんですすももうううりままねそいろんな有名なバンドの方も結構「フォーエバー・ヤング」僕ゴイステが好きなんですよ「ゴイング・ステディ」がドンピシャ世代でそれこそもう沖縄やったらモンパチも HY もめちゃめちゃ好きですけどまあやっぱでもねもう俺らちょっと28で今年9になっね。まあいつだってねんていうんですかその青春というかそれ別に若者だけのものじゃなくねアーティストが出てきたその大人になってもその。 心が動く瞬間とかその心臓がグッとなる瞬間とかあるじゃないですかれれこれこれ1曲始まる前に語り出すアーティストみたいなあだからその時の瞬間瞬間のこの高鳴りを俺は青春やと呼ぶことにしてなんていうんですかいつまでもその若さというか情熱というか熱というかそれを今回あんた方に届けたいなっていう。 このなんかね、ざわつくとかいう例えをめっちゃしたがるんやけど、最終的に何を何に例えとるか分からず終わるっていうのが、マジで多い、とに。とりあえず、あのー、鼓膜は別に向けなくていいんで、心臓だけ傾ける鼓膜を向けるとか、心臓がなんか、ざわつくとか。ちょっと、金麦飲んでいいですか <laughs> いや、ダメやわ。<laughs> オリオンビールかなんか。いや、ダメです。ダメです。ダメです。仕事中なんで。的 <laughs>、えー、なね、結構ね、僕らなんか、 言っても芋臭いんで二人とも地元の田舎の方うの芋臭いやつがちょっと生きて頑張る熱い感じでやりますんでね沖縄の単独もぜひ皆さん沖縄の単独は6月の25日ぜひ皆さんチケットもありますのでぜひよろしくお願いしますメールが届いていますねメールもいっぱい来てるお店でございます 普段食べ、結構やってくれる、ありがたいですね。絶対オープンスペースファイル多いと思うから。<当> <laughs> これマックスラも間違いないですね。お前も言うよね。伊佐と高橋のオープンスペースには絶対勝って。あ、コーダからコーから。あ、コーダさん。飛べるな。飛ばそうかなコーダ。コーダ。っていう意地悪もねいつも。コーダやっぱあれやな。この間もあの総選挙 AKB 総選挙。そ速報発表してくれたけど。速報発表はいいんだけど、ええ何マジ速報しか書いてないじゃんコーダ。どういうこと？うん。これもこれ飛ばしますねコーダ。完全に。そう。 あれはなんか健太君のやつかなそれで。えっと、これ思もかなはい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 。あええー、きーちゃんかなきーちゃん。あゆみさん、サンシャインさん、こんばんは。こんんばはリアルタイムで聞けないのでメールしてみました。きーちゃんです。ありがとうございます。あら、早く寝たのかなえ、きーちゃんは朝が早い仕事をしなるほど。すみません、寝てください。サンシャインさん、沖縄には慣れましたか ?25 日の単独ライブ、見に行く予定おおおお予定なので楽しみにしています。はっ あゆみさん2週間後ぐらいに会いに行きます。はいや、ははあ、ちょっと待ってください。はい。一旦読んでからちょっと整理したいと思います。はい。え二25日の単独ライブ見に行く予定なので楽しみにしています。はい。あゆみさん2週間後ぐらいに会いに行きますからね。待っていてください。大好きです。はい。え明日の朝一でこの放送を聞くつもりなので楽しみにしています。相変わらずの内容の薄いメールでごめんなさい。失礼します。いや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 。いいややええなんですかきいーちゃん。きーちゃん神奈川なんです。 あ、そう。なんすかキーちゃんは、あの、ずっと無限大に通ってくれてる。子で。で、たまたま私がですね、うん、あれまあ一期一会っていう一期生のユニットライバルになるんですけど、一期一会になる前、WBC っていう名前だったんですよ。<laughs> <laughs> 吉本 WBC っ,っていう名前だったんですけど、これ吉本 WBC、 の、東京公演で神保町に行ったんですよ<ー>神保町で公演したんですよその時に来てくれてて、えー、そっからずっと私のこと応援してくだたっ,って、ね、えう、ー、れしいねで去年の私の誕生日にもサプライズで沖縄に来てくれててこのイベント、えー、にも来てくれてたんですよええー、すごいでそれから映画祭にもちょいちょい 来てくれたりとか、で今だからびっくりしたんですよ。えっと思って、二十五日の担当てっきりルミネの方に行くのかなと思いきや、なるほど。そう、だから本当、この文面でえ何回言うのと思って、いやいやおかしいな。いやちょっと、そういうことか。うれしい、うしい。うれしいで会えるんですね。わあ楽しみにしてます。そんなね来てくれるんやったら置き取ってくれるかなと思いましたけどね。求めすぎ。 私メール送ってくれていやありがとうございますすごい単独もいやーちょっとかましますよ、ね、やっぱねなんかね東京のね応援してくれてる方が、はいうん、沖縄まで見に行きますみたいな嬉しいですね嬉しいよなだからもうあとはもう沖縄のね1か月でちょっと来てくれたらなと思いますけど、ねうん、いやもう本当にマジありがたいわ嬉しい待ってます また別なのかな。はい、ありがとうございます。ありがたいな、結構メールもね、来ているですね。間違えた。はい。あ、ちょっと一旦、ちょっとはい、お願い読んで。あ、コータ。コータ、コータメールあった。んだってコータのメールって総選挙のメールだったでしょあれ。メールじゃなくないなんか。総選挙の。一旦ちょっとね、泳がしたいと思います。コータはね、毎回か月にも現れるんでね。そうですね。そうなんですよ。 沖縄に来て、なんかまだやってないこととか、やりたいこととかありますまだ一応、あと2週間ぐらいあるじゃないですか。いや、だから、もうね、休みがね、ああのま本当、めちゃくちゃありがたいやけど、26日しかないのよ、26日の1日しかないのよ、1日オフが。それ、もうすでに決まってるんですいや、それは、あの、もらったんですか、もらったんよな。んかいいろろ 企画となんかルミネ単独の V 撮りとかできたらいいなと思ってさで開けてもらってあとはもうギチギチで入っとるから遊べんからその日をどう過ごそうかめっちゃ悩んだるねあ二26日ですかんか行きたいところないんですかいや今のところもういろいろおすすめされてねもう田士さんの減った私一緒に行こうよ分かりますはいいやだからあれ最高マジで最高でしたあれはどこに行ったの あれは茶炭町だったんですけど、でもあの時と本当に時間がなくて、本当にあのお化けが、まああの我々お化けやってるじゃないですか、お化けやって。お化けやってるんですよ。皆さん初めて聞いた人はと思うかもしれないですけど、吉本におもろお化け屋敷っていう、劇場のすぐ横にお化け屋敷の、 ね施設がありましてそこで芸人たちがキャストでお化けとして働いてるんですけれどもそれの,あの1か月とかの滞在で先輩たちが東京から来られて一緒にお化けやったりとかするんですけどそれでたまた藤本さんが来られた時にたまた藤本さんとちょっと飲みに行く機会がありましてでそこでえ隣に座ったたまたま隣に相席になった方が私を芸人って気付いてくれってるほどな,なであ芸人だよねってなって。 そこで仲良く石飲みましょうみたいな感じで石飲んでたら実は僕ダイビングしての仕事してて、うん、でそこから名刺交換が始まり、えー、藤本さんがダイビングしたいですうん、うん、ってなってあもしよかったら僕でよければ連れて行きますよみたいな感じになって、えー、連絡先を私が交換して<ー>で私がいろいろ調整とかこの方と一緒にやって<ー>その時いたえ馬と魚。<ー>馬と魚と魚 田畑藤本さんと4人でダイビング行ってたんですけどでもお化けがやっぱ忙しくてお化けオープンがその時,時11時オープンなんで10時半入りじゃないですか30分前なので,でどうしてもその日がいいってなったんですけどお化けが入っててじゃもう朝早く行って時までに私が10時半までに私が送り届けますとなんか私だけが18時入りとかだったんですよ。 その時今お化け平日18時までなんですけどその時はまだ平日も夜までやってる時間なんで私だけのスケジュールがゆっくりだったんですよで3人はもうオープンからオープンお化けスタートお化けスタートだったんですよで申し訳なくてでもいいよいいよそれはもうしょうがないからっつって私がじゃもうできる限り私はもう先輩たちのためにやりますと朝早くも起きて迎えに行きますって言って朝のもう7時とか7時半とかに ルクソルじゃなもうあそこ近辺に迎えに行って乗せてで海に行ってもう人泳ぎしてすぐハッピーハンドに送るっていうじゃあもうえもうそんな簡単に一瞬一瞬1時間ぐらいですかね1時間ぐらい泳いでバタバタババタタで着替えてもうすぐシャワービワって着替えてそのまま。 10時半にはあ<ー>送り届けるっていう,うちょっとそれは,ちはめちゃくちゃハードでしたよだからもう私はよかったんですよ私はもう6時まで18時まで空いてるんで、うん、一旦送り届けたのに私は一旦家に帰ってゆっくりするっていう時間あったんですけど <laughs> 先輩たちがそのままお化け、まあ、19時ぐらいまでお化けまあでもまあしょうがないもんな、はい、仕事やから <laughs> <laughs>、うん でも本当ダイビングは楽しかったですねだから絶対したいわけよダイビングはしたいねこっち来てさずっと雨降っとるからそうなんですよ今梅雨なんですよね石垣島にフェスにね出れたのもう最高に嬉しいけどさすごかったですよねだってメンバーがやばすぎるけどそれをほぼほぼ見れずにピスタチオトークライブのために戻らないか ありがたいけどねい<う>あれはあれでめっちゃもおし,ゃしもも最高でしたけど。飛行機登場 <laughs> 5秒ぐらい止まった俺生きたなさすぎて <laughs> それくらい激アツなメンツはいすごかったですでもねやっぱ晴れてなかったから<ー>なんかまだね沖縄沖縄、はい、沖縄食、うん、らってないんだよ、はいうん、でそのなんか あの室谷、土佐んこ室谷に座間味ですめっちゃいい。そう,そう,うこれはちょ,っでちょっとね、これ、座間味行こうかなとは思ってる、ザマミの海は、やばい。私本当に 泣きそうでしたもん、えー、マジ <laughs> 沖縄出身の私がですよ、沖縄,人が沖縄出身が羨を見てころ私、本当に今までいろんな海見てきましたよ、やっぱ沖縄なんでね、うん、島、池江島とか、うん、池江島っていうちょっと離れた島があるんですけど、うん、そこの海もまあまあ綺麗なんですよ。で、うん、でもざまみに仕事であ 室田が持ってきた仕事なんですけどこのフェスムーミンさんとかすごいね共作さんとかのライブビガライジさんとかこういうレゲエのフェスみたいなのがあってザマミそさんのライブがあってそれのお笑いステージみたいで室田経由です室田ザマミの観光大使なんでそう言うてた言うてもう室田つながりでその仕事が来て私もちょっと読んでもらってその時にでムーミンさんとかもモンパチ共作さんとかと一緒の同じ その時にちょっと空き時間があったから室田にあの…室田のバイクにケツしてもらって海にちょっと行ったんですようもその時に見た海が本当にこれ何っていう全部透き通っててもう、砂も真っ白だしいや、沖縄の海もまあまあ綺麗だと思うんですけどそれでも沖縄の海が汚いと思うぐらい汚いす、行ったらもう本当の海はそんなに綺麗じゃないですあそうなあそう 私、もう、あれですよ、玉藤さんとダイビングしたじゃないですか、そうやって玉藤さんは感動してたんですよ、うわ、綺麗って、ぶっちゃけ、私、ざまみを見てるんで、来たなと思いました、いや、本当、本当、マジ言うやんマジいやマジマジです、マジです、そうか、それぐらい、でも、あれですよ、ミネラルウォーターです、も飲める、飲めそうなぐらい、俺、石垣島、うわ、すごい、すんご石垣島、き綺麗やったよな。 いやザマミはやばいっすね。石垣島の海ちょっと俺飲んだろうかな思ってさ、海水だけ甘かったね。<laughs> い,やい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 や。いやお前靴濡れて最悪やで。靴びしょびしょなびしょびしょやって最悪やってよって。いやでも本当にザマミはやばいと思います。だってザマミに移住する県外の方多いですもん。やあやっぱり。<ー>もう魅了されて。 これは行くしかない聞いた話この室田の,このお世話になってるざまみの方がもう県外の人なんですけどもう向こう、県外で結婚式もう日取りも全部決まって予約もしてなんかやったらしいんですけどでも新婚旅行かなんか前結婚式前の旅行でざまみに行った時に感動して式場キャンセルして。うわ キャンセルしてザマミで、こっちがいい。手作りの結婚式を挙げたって言うぐらい、おいほんとですよマジすかほんとにそれぐらいのそれ例えるなら、何の武器をお、料理作って、捨てるみたいなことやろそれそれ。それそれ。料理作って捨てる。汚いよ。そうしかしすい。 <laughs> そ,れそれがいいってひらめいたってことろいや,もいやでもマジすごいなそれはらしいですよその話聞いてわでも納得だわと思うぐらい私本当海見た時にうわーってなって何何何これ <laughs> と思いましたねちょっとどうしようかなそれ二人して行った場合わ別れて行ったらいいもんこれちょっと芸人やめるかもしれんななんですかなんす芸人やめるってど,どういうことですかいやその海綺麗ぎて <laughs> 心洗われると思います。本当？あのクロスバー直撃さん大阪の。確かクロスバー直撃さんも行ってるんですよ。その時にもう本当に心が綺麗になったって言ってました。今までこの汚い部分とかも全部忘れて。絶対五。もう決まったな。なんかくなったって言ってましたなんか。いや俺らさ前なんか東京のなんか占い師みたいな。 芸人がおってさちょっとまあよう分からんなんかおばちゃん占い師みたいなやつがほんと俺たちやっぱソウルメイトですみたいな昔からつながってますよっつって前世で2人やっぱありましたよみたいなつながりがあるノルウェーの海賊やったんやて俺ら同じ船の乗り組みノルウェーでめちゃくちゃ暴れてたんだ海でだからやっぱ血がさおこうええ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  昔の海賊の血に触るかもしれんな。絶対行くわいや、行った方うがいいです。いや、もう絶対行こう。本当に。いや、行きたいな。嬉しいな。そうなった場合、もう室田とかに相談したら。室田がいろいろアドバイスというか、してくれると思いますよ。はあ。いや、いいっすね。プライベートで行きたいですもん、本当に。いいね、その。結婚式場変えたっていうのが。そうなんですよ。いいエピソードでしたらしいです。に。 素晴らしいね2626かなじゃあこのほんと雨降らんことだけあ今今ンソさんからね朗報ですね梅雨明けが6月23日頃ってことはもう明けてますね嬉しい最高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 ちょっと待ってあと10日間も梅雨ってことあと10日間も梅雨かそうなんですよいやさ来る前はさ大体5月ぐらいに梅雨来るみたいな沖縄 でもう6月にはもう開けてますよみたいな感じだけどもうずれ込んでずれ込んでずれ込んでだからめっちゃ最高の時期の時に行きますねって言われてたのにまさかのねまさかもうずっと雨ですよねずっと雨しかもなんかボンジョルノから自転車借りてああそう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 に行くってううのもそうそうまあちょっとねあれでだもん延期ですですよねもろものいろんな予定とかも全部やっぱスコールのせいで まあ、でも、これが沖縄か。え、でも、その分、なんか楽しみが。いや、いや、いや、いや。いや、お前のこのキャラ受け入れられんって。これ青森じゃない。いや、違う。酔っ払って。いや、楽しみお客さんっていうか、見てくれてる方はね、あれですけど、本当ね。この、このラジオ来る前にさ。営業後に、二時間ぐらいあったよな、空きがね。え、で、まあ、二時間っていうか、まあ、一時間。超あって、そう、大家がさ、この。 いろいろいいろろ連れてってドライブでドライブでまあな何もないですけどねなんも大したそのラブホグアイですよここラブホグですよまあ沖縄といえばね、フいえばねイオンモールですよみたいな感でって回った時にんか結構濃い話で結構濃い話した怖い話したから怖い話から入ってな 恋愛話とか家族話とかいろんなの聞いて <laughs> いろんなもう酔っ払っちゃったんだいやでもわかるわなんか居酒屋で話し寄る感じやった今日でちょっとサンシャインさんとの距離がぐっとつじみました飲みながら話した感じやったな <laughs> ちょっとね本当に居酒屋に行った感じでね,ねちょっとごめんいや飲めんやん酒え,えやんでっこや出たなんかまた行きってなんか飲みながら出ました、ね、<laughs> 出ました出ました,ました君コーラしか飲まんやん <laughs> コーラは酒やん <laughs> 違うよお前 刺激はコークハイってある。もう飲ま飲みそうや。いや、めっちゃ言われる。全く飲めな一回だって居酒屋なのに本当コーラ十杯ぐらい飲んで先輩に怒られてお前もう水飲めない。より金かかるし、金かかるし。いや。今はねもう二杯目から水飲むう頼水頼むようにしよう。もう覚えたそれは。いや本当に飲めないですね。意外っすわなんか。 タバコはめっちゃ意外ですね。そ,ですうん、それだけ聞いたらいい男に聞こえるんですけどね。うん、それだけ聞いたら。健全、ただただ、<laughs> 何もしない。<laughs> 飯めっちゃ食うね。ああ、そうなんですよ。私と一緒なんですよ、そこが。ね。<ー>食べるの、この前ごはんつってもらったんですけど。おね<ー>。もう食べね。もうめっちゃくちゃうまくて。でもね、別に全然グルメじゃないから、ね。じゃあ、す話もした。 だからおそらく私が一緒に行ったもつ鍋がめっちゃうまいうまいんですよマジで普通にうまいんですよ行ったらやっぱもつの発祥って福岡じゃないですかそうね福岡のもつを使っててめちゃくちゃもううまいんですよ結構味高いって言われてる先輩とかに連れてってもらったもつ鍋屋さんがあるんですけどそこよりも行ったらちょっとリーズナブルで味はもうめちゃくちゃ美味しくてで私気に入った先輩しか連れて行かないんですよ絶対自分が好きって思った先輩 今までプラスマイナスの金光さんオープンスペースさんモンブランっていう大阪の大道芸師る木下さんという先輩とか本当に私が心を開ける先輩を連れて行ったんですけどそこでも全然酒飲まんなこの人と思って私運転してるから全然酒飲んでいいっすよって感じなんですけど全然なんかねずっとウロン茶飲みやすそう今度だから坂田さんと二人で俺はめちゃくちゃ好きグルメグルメですか 美味しいですよねそこ絶対うまいうまい多分坂田さんでもグルメでも多分美味しいって言うと思います絶対いや行きたいわ絶対おいしいんではいやっぱもうこいつねほんとね東京でね前ねめちゃくちゃもうすごい何いう美味しい寿司屋さんでバイトしてたのねえそのまあいろんな料亭みたいな感じですかいやもうなんかねなんかちちっゃカウンター わわわめっちゃカウンターっていうところがもうあれやばいじゃないですかいややばいよそこのさもう芸能人もめちゃくちゃ来んだよそれこそ今田さんとか長谷川京子とかもうすごいレベルがくる金持ちがくるようなところのまかないも寿司なわけよめちゃくちゃうまいでも俺一回行った時にさ白子のグラタンとか創作料理でさめちゃくちゃうまそうやろっつって食べるやけど。 こいつらはさ、バカ時代から、量少ねえなって。そうでもっと欲しいよね。もっとうますぎるけど。なんかもう、なんか、コビ食いてよ、もっとね。な。んでバイトしてんのこんなとこで、ほんと。吉野屋で働けよ、お前。確かに吉野屋好きやで。マックとか、マックで。チェーン店で、チェーン店でいいみたいな。マック最高。働くところは別にいいやポテトとコーラ。食うけど、別に。吉野で働くぐらいいいやなんでこんなやつにうまいまかない食わってんだから。めちゃくちゃうまいよ。 多分でも胃袋に入れば全部一緒って感じ俺はもうそういやでもなんか本当にそんな感じしますねでもそう何でもいいんだよ何でもいいでもいい言ってましたもんね食べる前からそう俺ごめんだけど全然連れていきがいとかないかもしれんい。先に言っといてもそれはそうでもその信雄さんでも絶対もうびっくりするぐらいうまいっすねほにしかったああやっぱ東京でもさもつ鍋食うことあるやんあるねでもでもそれ俺でも分かるグルメじゃない俺でもあっ なんか違うなっていう。まあまあ組まれてるけど。ちょっとおかわりしましたもんね。美味しいから。めちゃくちゃおかわりしちゃうよ。めちゃくちゃおかわりしちゃなめちゃくちゃしたよな。あれはめちゃくちゃだったよな。ねお前成長した。あら減ってたよな。あ、ボンジョルの折田。えおかしお疲れ様です。見てるんだ。暇かお前。マジで。 暇か。降りた。ボンジョルのね、やっぱ可愛い。いやボンジョルの可愛いは十九歳とかや。もう可愛くてね。十個ぐらい下だおけよ。みんなの弟みたいな感じで。そうそうなんですよ。私も私もマジでボンジョルの多分今一番可愛がってるじゃないかなってあ本当思います。私なんかやっぱ向こうから来てて、う大阪出身。ちょっと大阪でね。そうなんですよ。沖縄に来て。寂しいだろうなというか。確かに。全然まだ土地感もないし。うん 不安だろうなって思ったらちょっとなんかお母さん心というかんかめちゃくちゃ飯とかめっちゃ連れてってますもんあそはいもうあいつらはう嬉しい優しい兄さん姉さんばっかりですわってほ本当に俺たちさ毎日ショートコント見てくださいっつって言ってますよねそうでショートコントしてくれるけど別に俺たちあのショートコントを開発したい人たち別に重きをい もうういいけないというか <laughs> ショートコントだけでさ見せて、まあ、まあまあまあ、まあ、見るけどさ、うん、何も言えんというかアドバイスの、うん、仕方がこっちもわからんうも,も,もうちょい元気に <laughs> 声出せば分からん草バウトのことしか言えないって。<laughs> <laughs> あバイバイって言ってね。クラブ行くんですかね今からね。今日は観覧も多いしなんか楽しいですね。でもリゴ太陽でこんなにも本当にあっという間の時間になってしまった感じなんですけどめちゃくちゃ早いです。楽しいと早いんですよ本当に。本当に早いな結構あの私東京ま 沖縄の人ももちろん大好きなんですけど内地の先輩たちも大好きで本当になんか毎回ゲストに出させてもらって結構か反響とかも結構あるんですよねお茶の水男子さんから始まったんですけど最初お茶のさんねお茶さんが2人でゲスト出てもらって最初に佐藤さん怖かったやろそうそしういや私思うほど言うほど女性には優しいあの人あそうなんすかね紳士やから紳士というかやっぱその同じ福岡出身やけどやっぱああでも噂に聞きます佐藤無双 佐藤、ね、結構で私どちらかというと佐藤さんにもお世話になったんですけど椎、うん、橋さんとのご飯の方が多くてあジャスさんねはいジャスさん優しいからねジャスさんは優しいね、はい、あの二人からはいっぱい学びましたねなんかんやっぱ沖縄って1期生がまあクーバさんいますけど、うん、クーバー y o さんって東京 NC5 期生の先輩、うん、大先輩なんですけどその先輩のぞいけば沖縄吉本も1期生が一番上になるんでうん、うん、全部下じゃないですかそう,そうやな後輩に対する この指導,指導の仕方というか<ー>やっぱみんな,な嫌われたくないしだけどあまり野放しにするとマナーとかいろいろなんかそんなの気になるとかそれを本当に椎橋さんとか佐藤さんもそうですけどセブンバイセブンさんとかがめちゃくちゃこの沖縄か月ができてから2か月間で自分たちにめちゃくちゃ教えてくれて。 そううですねうもうめっちゃ勉強になりましたね、なんかあそう東京ってそんな、そうなんだみたいな。そうなまあ沖縄は沖縄ならではのこのゆるさが醍醐味というかさ、まあ、ファミリー感みたいなのもいいけど、はい、そうよな、やっぱはある程度ねねそうなんですよ、ね、<ー>いやもう本当に基本的なことがやっぱできてないのが多すぎて、今までみんなが気づかないというか、当たり前、挨拶挨拶もそうですけど、先輩通っても寝っ転がったまま挨拶するとか。 あ最初そうだったんですよ、普通に先輩生きてもたったねもう寝っ転がったままなるほとか普通に考えたら今考えたら恐ろしいですよ、マジで先輩いるのに何寝てんのっていういやそれはな <laughs> はい今思えば、ぞっとしますけどあの当時はもうみんな知らないんで何も注意もしないし。 みたいなそうよなでやっぱそれ本当とダメやんかダメですでもまあ知らないというか知ったらダメだというけどやっぱそれ知っとってもあのこの間のもう絶対言うと思ったなんすかなんか新喜劇のね読み合わせするときにクーバさんが大先輩でおるのにちゃんと寝っ転がって台本読んでたからほんとこいつはマジ生きってると思った沖縄に来て クーバさんいい人やからこれはもう絶対に佐藤さんに言いますマジやめてもちょっと佐藤さんちょっと佐藤さん信雄がちょっと調子乗ってますよ言うたけどね信当にほんとに反省します当に。とい。しかも福岡っていうのがちょっとあれですね地元も後輩思いやしいや面白い いったんじゃいった CM 行きます 「トゥナイト5」早いものでエンディングの時間になってしまいましたあっという間なんですよ、もう時間もあっという間なんですよ、残すところなんか告知とかがあればこれはね、もちろん6月25日の21時からあります、土曜日ですよね、土曜日にあります、沖縄の単独ライブ、サマータイムブルースっていう名前でやりますけどね。もう本当に 1>, 1時間勝ち足。 飲んでいきます。いやそれはやばい、やばくないですか。面白カちャシ。何分ぐらいから面白くなるんろな。これチケットはお二人に連絡すればいいんですかね。ツイッターとかでもはい、頼めますし手売りをしてるんでね。劇場の出番の後に手売りもしてるんで劇場にも来てください。皆さん劇場まだ一日やってるさんまだいますのでぜひ劇場にも。はい、いますんで。もう三十日まで沖縄です。やってるんでぜひ来てください。よろしくお願いします。私からですね。沖縄新喜劇ツアー第三回がまた今年のやってきます。七月二十八日。 が、ナンバーグランド花月、うん、大阪ですね。えー、三十日ルミネズ吉本、三十一日ル,ルミネズ吉本。うん、で、えー、浦添市手田子ホール沖縄市民会館石垣にも、行きます。石垣市、え、うん、いき、石垣市民会館。これ九月になります。ーすげえ石垣。すいはい、ぜひ皆さん、あの、チケット。 多分沖縄も今年もできると思いますので連絡の方をお待ちしております。全国ツアー、はい、ールミネツーデイズでやばいよ。やばいよ。いよ楽しみです。そ新喜劇だけのライブってことか。新喜劇沖縄新喜劇ツアー。すごいな。ちょっと会,会いたいです。ね。あ、ルミネな。はい。うん、お時間が終ったと、ね、はい。ぜひよろしくお願いします。はい、で、6月の27日の。 月曜日最後のトナイトファイブ、もうちょっと、もし。おお、月曜日。多分何もない。ていただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、最後にコメント、えサンシャイン、早く沖縄行きたいです。二十五日から楽しみ。あ、東京から、来ますね。ありがとうございます。はい、ということで、本日はサンシャインのお二人でした。皆さん、ぜひ来週もトナイトファイブありますので、聞いてください。よろしくお願いします。本日のお相手は大谷由美と。サンシャインでした。おやすみなさい。バイバイ。